なんか目はアイプチとかで直せても歯並びってできないから。大きいか中か小 か, どっち派ですか？大きい寄りの中。海外の美人と日本の美人の違うところは、ガンってしない感じ、顔がきつくない感じが、ナチュラル自然な感じっていうのかな。Hey guys and girls on Ash Japanese, it's Kathy Cat. What is Japanese beauty, or what makes a girl beautiful in Japan? What do we actually first look at when we see a girl here in Japan? These are the questions we are gonna go and ask Japanese people here on the streets of Tokyo. So if you're curious about that one, stay on. Don't forget to subscribe for more content here from Japan coming out to you and tick on the notification bell. Let's go and ask Japanese.女性の美を表すパーツってどこだと思いますか？口元、綺麗でごつやつやしてると魅力を感じます。なんかすごい今リップ塗りたくなりましたしかもお二人もちゃんとしっかり塗ってますね塗ってきました、バッチリ。いいですね。いや、私髪だと思います。やっぱこうツヤがある髪とかだとちゃんと美容の手入れしてんだなと思って尊敬します。髪すっごいツヤツヤなんですよ光がすごいテカってますよおー、結構美容、自分も美容室とかよく行ってたりしますか？あ、月に1回ぐらいで行ってます。お、よく行ってますね。結構プリになってきちゃうんで、うん、金髪が目立ってきちゃうんで、うん、そうですよね、なっちゃうですよねよろしくお願いします。女性の魅力っていうか女性の美のパーツはどこだと思いますか？目か目めっちゃ目見えちゃう、なんか印象的な多分目だけど歯並びかな。あ、なんか歯並びパッて見て綺麗だとその人がパッと見おー綺麗ってまで思わなくても多分あの見せ方が絶対あって綺麗になるんだろうなって思います。なんか目はアイプチとかで直せても歯並びってできないから見ちゃいますね。始まるよ。私が見るのは歯ですねどういったところ見るんですか？自分の歯を隠したくなるんですけど歯並びがいいなとかそういうところで見ますね。 お疲れ様です。美人だなと思う女の人のポイントは大体どこなんですか？おっぱい大きいか中か小 か, どっちか、どっち派ですか？大きい寄りの中。細かいですよ私は大きい寄りの中。どうすか、どこを最初に目行くんですか？髪の毛、まあブロンドも、外人だったらブロンドが好き。日本人だったら？日本人だったら黒髪が一番いい。いらっしゃいませ。自分は、まあ足が好きなんで足を、まあ最初に見ちゃいますね。いや、俺は胸っすね。いいですね、正直で OK です。自分髪型ですかね。どういったスタイルが好みなんですか？自分結構肩ら辺の髪型が長いのが好きなんで多分結構髪型見ちゃいますね。始めます。いや、もうなんかメイクしなくても顔が濃いじゃないですか。あ、海外の人は？そう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 。だから外人さんはなんかメイク映えするけど濃い、めちゃめちゃ濃い化粧かすっぴんかどっちかの方がいい気がする。ナチュラルメイクよりはその舞台のメイクみたいな感じの超アイシャドウかっていうやつか本当にすっぴんかどっちかの方が綺麗だと思う気がする。ナチュラルメイクだと中途半端に見えちゃう、うん、なんか変に塗ってる感出そう、うん、でそう。なんかあのアジアの人はやっぱ顔チェンジできる感じ。そう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 、なんか整形メイクっぽく整形してる風なメイクもできるし何にでもできる。そう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 、元が濃いとナチュラルって難しいじゃないですか。元々薄いっていうかなんかのっぺりしてるからのっぺりしてるからナチュラルでも濃くても何でも化粧してる風だよみたいなにはなれるかなって思う。海外の美人と日本の美人の違うところは一番、いや、なんかやっぱ顔の作りじゃないですかね。なんか大和なでしこってのっぺりしてるじゃん、うんうんうん、なんか日本の可愛いってなんかこういう可愛い、こういう可愛いのカルチャーもそうだと思うんですけど、こうガンってしない感じ、顔がきつくない感じが、ナチュラル自然な感じっていうのかな。私はあんま日本人の顔可愛いと思わないかも。でもハーフとか外人の方が綺麗だな、可愛いなって思います。なんで日本人あんま可愛くないと思うんですか？多分個人的に好きじゃないっていうのもあるけど、なんかパッとしない、見覚えられない。一回見ただけじゃ覚えられない顔してるじゃないですか。個性がないっていうか、なんかなんだろう、部品に、部品になんか凹凸の部分が少なすぎるというか、なんか部品にインパクトがないから。そうそうそう、インパクトがないのはあるかも。
鼻つけて口つけて目つけてはい完成みたいな、うん、なんかこうに外人ってこう彫ったような顔してるじゃないですか、うん、でもなんかこうつけたような感じの顔だからあんまり覚えられない。そうだね。あとメイクで変わっちゃうからなおさら、そうなおさら顔覚えられないし、この前いたとか言われるし言われたことあるんですか？ありますあります。なんかよく私カラコンとか化粧とか変えるんですけど、髪型とか変えるとこれから黒髪ロングの、にして化粧を変えたりするともう誰かわかんないって言われるぐらいコロって変えちゃうから覚えられないです人に。あでも外人さんの顔になりたいなって思う、うん、整形したいもん。本当に美を表すパーツでも足が綺麗な人って全員綺麗だと思います、うん、足が綺麗な人って、うん、スラッとしてたり可愛い人が多い綺麗な人が多い、うん気はするかな。鼻もじゃない、スラッてしてる方が全体的になんだろう綺麗。あ、ね、足もスラ、鼻もスラ、中心だからじゃない、顔の中心だから一番見えるじゃないけど、あとなんかやりすぎても可愛くないなって思います。目とかすごい整形してすごいでっかい人とかいるけどやりすぎも可愛くない。なんかでかすぎるとなんか化け物みたいな、なんか宇宙人みたいな感じになっちゃうから、う程よいサイズ感がいいなって思うから外人さんはなんかちょうどいい気がする。これで全ての質問でした。ありがとうございます。So what do I actually look at when I ask Japanese girls here on the streets of... What? 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 What are we doing? Okay. So what do I actually look at when we interview people on the streets of Tokyo? Obviously, I am the one who goes over and talks to the girls. So what do I generally look at? First of all, from a distance, I will check. I probably see their style and their hair. But when coming closer, and especially when speaking to them, the very first thing I look at are their eyes. I want to look at their eyes and see their facial expression. Do they look like they would be interested in taking an interview? Do they look like they, you know, would be a fun person to talk with? Do they look more shy? Do they look down? Do they not really want to get interviewed? So this is the first couple of things I screen. So I look at the distance, I just check them from like their general overall appeal, but once we get closer it's about reading the emotions of the people we interview. And very important fact, also body language. Do they kind of shy away when I come close? Do they just stand there and are like, well, tell us what you're all about? So these kind of things are the first things that I definitely look at when I spend time with girls or when I interview them here on the streets. And then afterwards, you know, once we're actually interview, I sometimes catch myself very much out on checking out their makeup or checking out what kind of accessories they're wearing and just generally how they hold themselves, how they communicate their opinions and certain things. So what is that? How's that with you? What do you look at first when you see a girl on the streets and what things do you think are beautiful about her? Look forward to reading your comments in the comment box down below. And also if you're new, don't forget to subscribe, check on the notification bell. If you've been with us, give us a big like. And if you're curious about that, we have extra content for members as well, so you can actually join, become a member, and see more stuff here from Japan coming out to you. I hope you enjoyed this video, and I'll catch you soon for more stuff here on Ask Japanese. Bye!